こんにちは。リボーロクアフターレッスン、今回のお題は、曲をコピーするときに気をつけることです。レッスンで生徒さんがこの曲やりたいんですけどって言って持ってきたら、まあやるんですけど、スコアあるじゃないですか。ドラムの譜面とかバーって書いた、あれに固執してしまってですね、雰囲気が出てないという、その曲のね、そういうことがすごく多くてですね、代表的なのがハイハット。まずですね、ハイハットの音はまあダウンアップで刻むっていうのが一応定番ではあるんですけど、ダウンアップじゃない時もありますし、まあその実際聞こえてる音をよく聞いてですね、この音はどうやって出てるのかなみたいな、ハイハットの刻み方はどんな感じで、開き具合はどんななんだろう、音を近づけるのと、あとまあどういう風に叩いてるのかっていうのを想像してですね、叩くとその曲の雰囲気も出ますし、それだけでガラッとかっこよくなったりしますので、例えばバッテンって書いてるのがあってですね、ハイハットですよってなったら全部閉じ方が同じ人が多いですね。それじゃなくて曲をよく聴いて、もしかしたらすごいラフな感じかもしれないんですね、その8ビートが。もしくは逆にすごくタイトな8ビートかもしれない。あとダウンアップ使わないで同じ音かもしれないですね。普通全部同じ音で叩く8ビートの可能性もあります。そこをですね、聞き分けて再現するといいと思います。あとハイハットバッテンの上に回るって書いてて、まあ、もしくは半円とか書いてて、ハーフオープンとかオープンするっていう意味なんですけど、それもですね、どれぐらいの感じで実際鳴ってるのか聞き分けて、自分でそこの音の長さもコピーできるようになるとすごくいいと思うんですよ。それがすごく勉強になりますので、例えばハーフオープンって言ってももしかしたらこんな感じかも。これほとんど閉まってますから、もしくはもうちょっと上げてるかもしれない。フルオープンだったら、フルオープンだったらこうなりますね。はい、そういうのをですね、見極めて叩き分けるとすごくその曲の雰囲気が良くなると思うので、ちゃんと聞いてコピーしてみてください。あとですね、まあ、古い曲とかでよく、まあ今でも古くなくてもありますね、タンバリンとかがシャカシャカ16ビートで鳴ってる時があるんですけど、結構そのタンバリンの振ってる16ビートのノリがすごい大事な曲とかなのに、ドラムは一応スコアで見ると8ビートになってる、でもそのバックでタンバリンがシャッカ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 って鳴ってる時に、でもドラムの譜面これだし、うちタンバリン振る人いないからいいんじゃねじゃなくて、そのタンバリンのその感じをドラムで再現してあげるとさらにその曲っぽくなると思うんで、例えばタンバリンの音を真似てハイハットでこういう感じ、こうやってやってあげるだけで曲の雰囲気がすごく良くなることが多いと思うんですね。その、まあ、そのコピーしたい曲にもよるんですけど、すごくそのタンバリンの16ビートが存在感がある場合はドラムで、サポートしてその音を出してあげるといいと思います。あとよくですね、タムが足りないみたいな時もあると思うんですけど、まあ、そこはまあ仕方ないとして、あるものでやらないといけないんですけど、耳で聞いてどうしても
タタドゥンって絶対これフロアタムで叩いた方がかっこいいな。でもこの譜面見たらタムのこっちの1個目2個目の低いタムの方になってるからここ叩かなきゃじゃなくて、自分で聞いてフロアタムの方がそれっぽいなと思ったらフロアタム行った方がいいですね。結構そういうのありますね。あのタトゥトゥンとかいうフィルがあったとして、結構譜面でなんかこうこうやって書いてあるんだけど、でも耳で聞いたら絶対こっちのフロア行った方がそれっぽいかなみたいな、そういう時はもう当然スコアにこだわらずですね、フロアを叩くとか、こう実際自分の耳で聞いて感じた音を出せるようにした方が勉強にもなると思うんで、譜面に書いてあるタムにこだわらず自分の聞いた感じで叩くといいと思います。あとあのパーカッションとか入ってる場合、バンドにパーカッションいないんだよねっていう時もできればドラムであの少しサポートできればいいかなと、なんかこう刻みながらいろんなパターンがあると思うんで、その曲に準じたタムの付け方でいいと思うんですけど、サポートしてあげるとやっぱその曲の雰囲気がバッと出ますから。まあ、今適当に叩きましたけど、そのコピーしたい曲に流れているそのパーカッションのパターンを少し真似た感じで自分で考えてやると練習にもなりますし、その曲の雰囲気に近づくと思うんですね。まああのスコアが間違ってるとかっていうことじゃなくて、その曲の持ってる雰囲気を少し真似することが、さらにこうコピーというかその曲の雰囲気に近づけるので自分の練習にもなりますから、あのぜひやってみてください。あと音のバランスよく聞いて、すごくこの曲バスドラドゥンドゥンドゥンって入ってんなと思うやつは一生懸命踏んでみてください。で逆にあんまり低音出てないよな、こういうこの曲はっていう曲の場合は少しバスドラの音量下げてみたりとか、やっぱりこう譜面をなぞるだけじゃなくてちゃんとその曲のまあ強弱とかバランス、音の長さ、あと雰囲気は例えばそのパーカッションを少し混ぜてみたりとか、タンバリンが鳴ってたら少しサポートしてみたりとか、そういうことするのがですねすごくあの大事だし自分の勉強になります。でバンドにもいいと思いますね。なんかフィルあんまり完コピしてないけど雰囲気良くねみたいな感じになることを祈っております。はい、ありがとうございました。